皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。2021年12月10日の地震情報ですけれども、熊本阿蘇で地震が2回起きております。トカラ列島が揺れ続けておりますけれども、熊本も地震要注意ということで、ちょっと解説をしていきたいなと思います。で、トカラ列島ですけれども、一時期収まったと思ったら、また再びトカラ列島近海がぶわーっと起きてはいるんですけれども、気になるのはその間に何が起きているか、トカラ列島以外で何が起きているのかということで、茨城県沖とかですね、京都府南部、宮城県沖、そして熊本、阿蘇が2回、そして北海道胆振ということで、京都南部っていうのはちょっと珍しいですけれども、茨城県沖、宮城県沖は太平洋、東北沖ですよね。そして北海道胆振はかつて大きな地震があったところですけれども、熊本阿蘇ね、阿蘇の噴火があったりして、熊本地震もあった、その熊本阿蘇で2回起きている。そしてこの熊本阿蘇だけじゃなくて、熊本震源でも実は数日前に地震があって、熊本ちょっと怖いんじゃないかなというふうに思います。で、12月10日は熊本阿蘇震源で2回ありましたけれども、12月の6日、それから12月の7日に、熊本地方震源という形で3回起きております。この辺合わせると、ここ数日で5回起きてるわけですよね。で、トカラ列島近海とも、割と、そう遠くはないところで、火山の噴火もあったところ、そして2016年に大きな地震があったところで、ちょっとこれだけやると、また熊本で大きな地震が起きるんじゃないかなっていうのは、ちょっと懸念されるところではあります。で、熊本阿蘇地方ですけれども、2004年以降の震度順で並べたもの、2016年のですね、4月ですね、震度6強、震度5強ということで大きな地震が起きている場所です。で、この熊本阿蘇ではなくて、熊本県熊本地方という震源は、2016年の時に震度7、それから震度6ももう何度も起きたというですね、場所ですね。で、2016年の熊本地震が記憶に新しいですけれども、2019年にも、震度6弱の地震が起きております。2011年には5強ですね。ということで、2016年がほとんど、熊本地震がほとんどなんですけれども、その後2019年とかにも起きてますので、ちょっと熊本嫌な感じだなということで、気をつけられた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、トカラ列島近海が揺れ続けていると、そちらばかりに目を向けがちですけれども、熊本も要注意と、そして東北沖から北海道、東北沖にかけて、12月10日は、宮城県沖、茨城県沖で起きましたので、再び、太平洋沖が揺れるという可能性もあります。それから石川能登、今年多いです。石川能登も要注意ということで、ちょっとこの辺、特に熊本ですね、火山噴火との兼ねもありますので、熊本ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。